ワームホールを使ったタイムトラベルは現代物理学で最も面白い話題の一つです。これらを理解するにはアインシュタインの相対性理論、量子力学、宇宙論の基本的な考え方に焦点を当てる必要があります。アインシュタインの一般相対性理論では、重力は宇宙の時間と空間、つまり時空を歪める力として描かれています。例えば星や惑星のような大きな物体があると、その周りの時空が歪むので、そこに近づく物体は引き寄せられます。これは私たちが重力と感じる現象です。さらにこの理論では、時空が非常に強く曲がる場合、時間が違う速さで進むこともあります。この点がタイムトラベル、つまり時間を超えて移動することの理論的な可能性を考える際の出発点となります。この理論は難しいですが、重力や時間の流れに新たな観点をもたらしています。ワームホールは科学の世界では宇宙の異なる2点を直接結びつける道として、理論上存在すると考えられています。イメージとしては、紙を2つ折りにして2点間に穴を開けるようなものです。この穴がワームホールで、一方の端からもう一方の端へと宇宙を越えて早く移動できる道とされています。実際にはこのワームホールは時空という宇宙の布が折りたたまれている部分で、二つの異なる場所にある口がつながっているとされています。このワームホールを使えば、光の速さより早く移動することなく、宇宙の遠く離れた場所へと一瞬で移動できるかもしれません。ワームホールは宇宙の神秘を追求する上で魅力的な考え方であり、宇宙の広がりと複雑さを理解するための物理学者たちの重要な研究テーマとなっています。もしワームホールが本当に存在し、しかも安定しているとしたら、それは時間を超えた旅、すなわちタイムトラベルの手段となる可能性があります。ワームホールやタイムトラベルは、今のところ科学の不思議と可能性を探る一つの方法と言えるでしょう。時間を遡るというタイムトラベルの理論は、パラドックス、つまり論理的な矛盾に遭遇することがあります。その中で最も有名なのが祖父のパラドックスです。このパラドックスは時間旅行に関する理論的な問題を示しています。想像してみてください。ある人がタイムマシンを使って過去に戻り、自分の祖父に何らかの形で害を及ぼすとします。この行動が原因で、その祖父が子供を持つことができなくなったとしましょう。するとタイムトラベラーの親は生まれず、結果としてタイムトラベラー自身も生まれないことになります。さらにタイムトラベルに関連するパラドックスには、情報のパラドックスと双子のパラドックスというような他の事例も存在します。情報のパラドックスとは、タイムトラベルが情報や物体の起源にどのような影響を与えるかを示しています。例として想像してみましょう。ある科学者が未来から持ち帰った科学論文をもとに、その論文を書いたとします。この場合、その論文の元となる情報はどこから来たのでしょうか。未来から来た論文をもとに論文を書くという行為は、その論文自体がもともとどこから来たのかの説明ができないという論理的な矛盾を生じさせます。つまりその論文や情報は、いわば空から生まれたかのような状態になり、その起源が存在しないというパラドックスが発生します。双子のパラドックスは、アインシュタインの特殊相対性理論を元にした有名な考え方です。これは速さが時間の進み方を変えることを示しています。想像してみてください。双子がいて、一人は地球にいて、もう一人は非常に速い宇宙船で宇宙へ旅行します。この旅行は数年続くとしましょう。特殊相対性理論では、速く動くものは動いていないものに比べて時間がゆっくり進むとされています。つまり B が旅行している間、
彼の時間は地球にいる A の時間よりも遅れて進みます。その結果、宇宙旅行から戻った B は地球にいた A より若く見えることになります。 B にとっては数年しか経っていないのに対し、 A にとってはもっと長い時間が経過しているからです。 B にとっての数年は地球上ではずっと長い期間になります。このパラドックスは時間が一定ではなく、動いている人によって変わるという特殊相対性理論の重要な部分を示しています。このような矛盾はタイムトラベルが現実のものとなる可能性に大きな疑問を投げかけます。理論上はタイムトラベルが可能であっても、このようなパラドックスが存在する限り、実際に過去に戻ることは極めて難しい、あるいは不可能とも考えられます。タイムトラベルの科学的な研究は、これらの矛盾をどのように解決するかが大きな課題となっています。ワームホールとタイムトラベルは現在科学の世界では理論的な考え方として注目されています。これらが現実に存在するとすれば、それらを利用するためにエキゾチック物質と呼ばれる特殊な性質を持つ物質が必要だとされています。エキゾチック物質は普通の物質とは異なる特徴を持ち、通常の物理法則とは異なる行動をすると考えられています。しかし今のところこのような物質は発見されておらず、その存在はまだ確認されていません。科学技術の進展に伴い、ワームホールやタイムトラベルに関する新たな知識が得られる可能性があります。特に量子重力理論や宇宙論の分野での進歩は、これらの考え方に対する理解を深めることが期待されています。量子重力理論は非常に小さな粒子の振る舞いを扱う量子力学と、宇宙全体の構造を説明する一般相対性理論を統合しようとする試みです。宇宙論は宇宙の起源や構造、発展に関する研究分野です。これらの分野での新たな発見がワームホールやタイムトラベルの理解を深め、新しい視点を提供する可能性があります。しかし現時点ではワームホールやタイムトラベルは実際の実験や観察から得られた証拠ではなく、主に科学者たちが考え出した理論やアイデアの段階にとどまっています。これらの現象が実際に存在し、私たちが利用できるかどうかはまだ分かっていません。科学技術の発展がこれらの謎を解明する鍵となる可能性がありますが、実用的な技術や明確な証拠が見つかるまでは、ワームホールやタイムトラベルは科学の魅力的な仮説として残ります。ワームホールを通じたタイムトラベルの理論は、私たちの宇宙に対する理解を広げる可能性を持っており、現在これらの考え方は未解決の科学的問題として存在していますが、それらは私たちの想像力を刺激し、宇宙の不思議を解明するための研究を促進しています。それではまた次の動画でお会いしましょう。